カオスな江原家。12キロ絞った江原正弘くんが筋トレで整えております。ストロボでバッチバチにイケてるライティングでやろうかなと思います。お、柔らかいね。どうも西田渡です。本日なんですけれども、あれもう見切れてますね。本日なんですけれども超久しぶりの、コラボレーションとなっております。じゃじゃじゃんと、こんにちは。どうもよろしくお願いします。ご無沙汰しております。今日のメイク最高ですね。韓流メイクの人、はい、素晴らしいと思います。ですね、今日のゲストは、12キロ絞った、江原正弘さんでございます。はい、12キロ絞らせてもらいました。はい、ヤフーニュースでもね、バンバン盛り上がってます、ね、出てた、うん、で超久しぶり、2年ぐらい前にね、実を言うと僕の、YouTube 動画に出ていただいて。あ、そう経ってるんですかね。昨日、この間見た2020年4月16日って書いてあったから、本当にね、もう2年、うん、っていう久しぶりの江原家チャンネルとのコラボレーションっていうところで、はい、今日の企画は12キロ痩せた江原正弘をゴリゴリにかっこよく撮ってみようという企画でございます。ありがとうございます。芸人がやることじゃないけど、はい、すいません、笑い一切なしで今日はお届けしようと思っておりますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。それでは参りましょう。どうもママ今日よろしくお願いします。ジュニアもよろしくね。今日は人見知り発動しておりますね。はい、じゃあよろしくお願いします。ちょっと僕が撮ってるところとかも収録お願いします。はい、はい、今日の装備なんですけれどもこちらですね。スタジオ業務になるとね、やっぱりもう EOS R3 が鉄板なので、 EOS R3 にこちら RF2870 の F2 ですね。で今日はテザー撮影でテザーケーブルつないで、M1 Max の MacBook Pro 16インチでテスト撮影切って、キャプチャー 1C1 でね、どん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 テザー撮影で、SSD に流し込んでいくような形になります。あとレンズもう一本はこちらですね。こちら RF の 7200F2.8、LIS-STM っていう USM っていうところで、まあ、なので今日は28200mm のコンビでやっていくような流れになるかなと思っております。で今日はね、ストロボに関してはもうシンプルに一灯ライティングでいってみようかなと思います。まずは一灯ライティングで撮ってみた上で、その上でねちょっと足し算があれば、あと一灯こちらにも用意しているんですけれども、こういった感じで一灯用意しておりますので、こういう二灯ライティング、あとはバウンス板を利用して、撮影していくっていうような流れですかね。で、ジェネに関しましてはこちら、プロフォトの 7S 1500W が入っていましたので、こちらの、ね、スタジオのものを利用させていただきます。 7S はね、これ受けがね、プロフォトのリモートの受けがないので、プロペットの、レシーバーでやるような流れになりそうですね。これは結構チャージが早いので、そうですね、プロフォトはね結構、これは結構カチャッカチャってなるんだよ。そう、ストロボはね結構発光速度、先行速度速いしチャージも速いから、結構ね撮影に支障なくいけそうな感じがしてますね。はい、あとこちらね、今日は150センチの傘ですね、そこにデフューズ入れて、撮影って感じで、なるべく面光源を大きく撮って一応全身の撮影までできたらいいかなっていうふうには思ったりしております。150センチですね。でバウンス板っていう流れでやる感じですね。はい、足めっちゃでかいじゃないですか。いやー、ね、足に栄養が送っちゃって、足に栄養がいっちゃいましたか。こりゃビッグフットですね。ジュニア取ってあげてください。めっちゃ撮ってる。めっちゃ撮ってますよ。じゃあね、早速、撮影していこうかなと思います。テストシューティングっていう感じではあるんですけども、 R3 と 2870F2 っていうところと一灯ライティングのシンプルなところで江原ちゃん行こうかなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。もうちょっと前です。そこの黒い板があるところぐらいにまで来てもらうイメージかな。はい、そのぐらいです、そのぐらいです。 OK、 はい、あ、いいね、いいね。はい、テストです。痛い、痛い。あ、いいね、いいね。これ韓流のアーティスト撮った時のイメージがすごく今、あ、いいね、いいね、いいね。 OK、 はーい、いい感じでございます。 OK、 はーい、ナイスドヤ顔でございます。
いい感じ、いい感じ。OK。いいね、いいね。おーい。OK。動けるね。OK。うーい。そうだね、なんかブレイクダンスの時のちょっとブレイクのポイントみたいな感じで、あ、ちょっと一回チェックしましょうか。ちょっといい感じだね、いい感じ。いるよね、こういうのいるよね、こういうの。勘違いしてんな。でもこのぐらい振り切った方が多分ね、俺としてはありがたいかな。勘違いしてるね。ちょっと待ってね、韓流のね、誰だったっけな、イ・ホンギさんっていうのを撮影した時とかに、イーさんの撮影した時のテイストをちょっと今ね、再現してみようかなと今思っている。SM エンタだけがすごく気に入るような、なんだろうな、こういうちょっとあの追い込み方っていうのがあるんだけど、こうちょっとスキントーンがね、ツヤっとする感じが好きなの、韓流のアーティストって。ここの辺が最初からデフォで結構こういう感じでちょっとツヤっとさせて、わあ、めっちゃ濃く撮れるな、しかし、うんうんうん、今日こっちだね。 なんかタイトルも俺ちょっと変えるかもしれないけど、ちょっといや、濃いや、濃いよね。面白い。でもこの服かなりいいね。いいこれかっこいい、普通にこっちなんかやっぱかっこつけた方が面白いな、多分面白いと思う。もういけるとこまで振り切ってしまってやってみるっていうのが多分面白い。恥ずかしがらず、にじゃあ踊れるから、なんかその感じのブレイク、あ、なるほど、ブレイクポイントみたいなところでパンって取っていくと、それで取るとなんかハマりそうな気がしてきた。なるほど、なるほど、うん、ニュアンスとしてね。はい、オッケー。ちょっと全身に目取っていく。オッケー。ちょっと動いてですね。そうオッケー、いいね。オッケー。そう、時々こっちも目線を送るような感じとかで、そうオッケー。ちょっと広角とかでも狙っていくね。 OK あ、いいね、面白い、いい感じ、OK レンズにこう手を伸ばしていくと引き付け効果とか生まれるから、かっこいいかもしれない。そう OK いいね。こういう感じ。で、ただ顔の輪郭のラインが一番綺麗に見えるラインとかを多分探っていった方が多分かっこよくて。おい、結構踏襲したいよね。ねえ。OK、うん、立ち位置だけ気にして、そこであともうちょっとしっかり顔を見て。はい。続きまして、RF の 7200F2.8 に切り替えて、ちょっと圧縮効果を利用したカットを取っていこうかなと思っております。ここはバストアップぐらいかな。そう OK、 そうだね、きちっと取っていく感じになります。いいね、体の入れ方すごいよ、かっこいい。 OK、 はーい、もう一枚、はーい、ちょっと一枚にしてね。あ、いい感じ OK、かっこいいですね。すごいよね、決まってるよね。決まってます。はい、ですね、こちらママ、こっちにね、ちょっとだけ、やちゃんの輪郭に黒影をつけようということで、こちらにね、はい、黒い、バウンス板入れて、ちょっとエッジを出すような感じにしていこうかなと思っております。なるほど。はい、向かって左側の頬に影が出る予定でございます。なるほど。ちょっとうちの息子が映り込んでますね。こちらですよ。はい、先ほどこうだったものが黒のバウンス板に入れることによってちょっとだけ影が出てきたっていうね、こういった形でちょっと陰影をつけて撮影していこうかなと思います。かっこいいですね。はい、バッチリだと思っております。はい、もう一枚、ちょっと手すがったらごめんね。はいよ、 OK。 あー、そうだね、うん、いい感じ。オッケー、行こう。オッケー、バッチリ。そうだね、ここ決めていこう、バッチリ。そういう感じ。オッケー。はーい。いい感じでございます。そう。いいね。オッケー。はい、次は寄りなので、ちょっとね、脚立に乗って、かさ上げしてから撮影しようかなと思います。そう。逆サイドもちょっと見せてもらって、逆サイド、そっち側も。そっち側、
国へつけてこれLDH みたい。完全にそっち来てるよね、うん、持ち上げてこれ引っ下げていいのではないでしょうか。うん、いいと思います。じゃあこれ OK で、うん、次ちょっとだけライティング変えたバージョンを撮ろうと思うので衣装も変えませんか。はい、次なんでいくかっていう問題はあるか。続きましてね、オパライトに切り替えて、撮影していこうかなと思います。オパライトっていうのはどっちかというとね、スポット光だったりちょっと固めのライティングになってくるので、次はね、またちょっとハードなイメージ、よりハードなイメージで撮ってみようかなと思っております。ですね、オパライトっていうのがですね、まあ ビューティーライトっていうふうに呼ばれてまして、これが一回ね、直接は当てるんですけれども、光の芯をね、一回隠すことによって反射させて直接当てるということで、ハイファッションとか、そういったね、タレントの撮影とかでよくね、使われているライトですね。比較的硬いにもかかわらず柔らかいってね、絶妙なスキントーンが出せるということで、タレントとかファッションフォトグラファーよく対応しているライトでございます。なのでこのまま自然持ちの形で楽しんでみようかなと思います。こっちにいて。はい、またね、先ほどとちょっと違う感じでビューティーライトによってね、またちょっとスッキリとした、でも江原くんのこのラインはくっきりとはっきりと出てきてるっていうね、このまた中間の感じっていうのが出せるのがこのオパライトのね、面白さっていうところでございます。はい、先ほどの絵にね、ちょっと背景のグレーを落としてるんですが、もう一つね、白飛ばし用のライトを入れて、ちょっと後ろの背景もね、すっきりさせようかなと思っております。言いますのも、ちょっとね、下の部分がね、若干、彫りが汚れている部分もあるので、白飛ばしすることによってね、もう一気にその汚れ消しっていう感じにしてしまってもいいかなと思っております。今回のオパライトのライティングの韓流のアーティストがどうやら似ているアーティストがいるということで、今エラガ君が探ってきてくれてます。なかなか出てこない、うん、見つかったら教えて、そこ撮らして。はい、妻でね、撮影させてもらいました。こんな感じでね、映っておりまして、かなりいい感じの、やっぱね、オパライトの何がいいかというと、何度も言いますけれども、こちらのね、スキントーンがやっぱりね、出方が非常にいいんですよね。傘も悪くはないんですが、やはり直当てでデフューズするね、スキントーンの良さっていうところがやっぱりオパライトの魅力かなと思っております。はい、このね、江原正弘くん、今回のオパライトでのライティング非常にいいなと思っておりまして、で、この人似てるかもしれないこれ韓国の俳優で有名な人なんですけど。あ、有名な方なんですね。そう名前何やったっけなこの人似てるってすごい言われてる。確かにこれで笑顔を入れたら結構似てるかもしれない。近いでしょ。うん、近い。しかもなんかスキントーンが結構似てる近い、今回のこのできそうな感じ。できそうだね、いけそうな感じだね。まあ若干あれかな、あのその方の方が若干こう目が垂れ目感はあるけれども、じゃあ今度は結構さっきキメキメだったから、若干笑顔な感じとかが入っても、ちょっと爽やか路線みたいな感じでも行ってみましょうか。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ引き続きね、こちらのオパライトで、まあビューティーライトと呼ばれてるね、スキントーンを美しく出していくようなライティングで江原くんを撮っていこうかなと思っております。年齢じゃないね、こう見るとやっぱりね、人ってもはやいいね。はい、じゃあ膝下ぐらいちょっといきます。引きで撮ります。はい、はいよ。じゃあ、いや、じゃあからの、またさっきみたいにちょっとクールな感じも、はいはい、一発入れていく感じ。うん、いい感じ。おーす、あ、それかっこいいね。いいね、あ、いい表情。今のこのちょっと顎引いた、その上 OK。 はい、 OK です、ありがとう。来ましたね、バッチリだと思います。あら、はい、この辺のやっぱりこの上腕筋とかがやっぱりでかいよね。うん、この辺とか、あ、でも今のとかすごい、この辺とかいいよね、ぽいね。うん、あ、いいちょっと一気に入ってる感じだよね俺のこの、うん、いいところと悪いところ全部出てる、全部入ってる感じだよね江原正弘っていうこの単語が全部こう包括されてるようなカットになってる。ちょっとこの中から選ばせてもらって、うん、俺的江原正弘像を、うん、ちょっと作らせてもらおうかなと思っております。嬉しい。うん、バッチリではないでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。伊藤さん、伊藤さん
はい、3枚、ラスト3、ラスト3。ラスト2、はい、ラスト、はいよはい、OK。 力道山ポーズ、力道山ポーズ。いい笑顔してるね。あ、でも肩とかね、この辺とかいいんじゃない？うん、じゃあうん、あ、この辺じゃない？あ、うん、この辺じゃない？こう、ちょっとこう持ち上げてる感じいいね、こういうね、ちょっと肩上げてる感じ。あ、この辺の、あ、この辺、あ、これいいんじゃない？うん、いやでも四十で裸映すのってなかなかすごいことですよ、本当に。まあね。じゃあ、あざした。お疲れ様です。あざーす。オッケーでした。あざーす。はーい。ジュニア楽しい？楽しいです。よかった、ね、楽しいです。ガラガラなんて大好きだよ。社会科見学になりましたね。そうだね、いい刺激になれば嬉しいかなと思ってます。思い出としてね、普通に楽しい思い出を作ってほしいですよね、こうやって。はい、っていうところでね、撮影終了というところで、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。めっちゃスピーディーにね、撮影はしたんですけども、さすが江原くんというところでパンとスイッチ入れてくれて、今日はどんな感じでまとめました？僕の中では韓流イケメンっていうところで、そうだね、2つのキーワードでやってみたんですけども、うん、韓流イケメンのイメージやけども、うんうん、そう言っちゃうと叩かれちゃうからと思っちゃうけど、最近も一個一個の言動すごく恐ろ恐ろやってる雰囲気あるよね。いやでもタレントさんとの関わりとかも含めて、ね、今回は本当にもうちょっと生きにも全開というか、うん、来たよね、もうかっこええやつのイメージでやったから、江原雅宏が考える俺これかっこええってやつを入れてくれた感じだったよね。そうだから逆になんかこう恥ずかしがったらあかんかな、こういう写真って。大正解でございます、うん、なので僕もそれでもう完全に江原雅宏芸人だからではなく、もう完全に韓流スターを今日撮るようなイメージで今日はトライしてみたっていう次第でございます。ありがとうございます。っていうところで今からもちろんですがセレクトして、はい、僕内の、イケメン江原雅宏像を追い込んでいきますので、ぜひ今からスライドショーでご覧いただけたらと思っております。はい、楽しみ。はい、っていうところで江原雅宏くんのねチャンネルの方でも僕ちょっと出させていただいておりますので、はい、一緒にやらせていただいております。はい、コラボ動画も合わせて概要欄貼っておきますからご覧いただけたらと思っております。はい、2年ぶりに久しぶりにコラボできて嬉しかったです。よかった、嬉しかったです。めっちゃ楽しかったし、僕が連絡したんですけど ね、そうだそうだ、12キロやってたから渡辺さん撮って、撮ってくれ、撮るっつってサクッと再現したコラボでございました、はい、っていうところですね。じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。やらさんありがとうございます。ありがとうございました。失礼いたします。西田渡ると江原雅宏でした。どうも。